この漫画が熱い、うん、今回のテーマはカーンとなった漫画です。<か>はい、岩井さんなんかカーンとなった漫画ありますか、うん、おすすめ。まあ少女漫画はめちゃめちゃ見てるわけじゃないんで、はい、やっぱりね、やっぱこれは惚れちゃうだろうなって思う人物が出てくる漫画。ああ<ー>、うん、なるほど。もうこの人がいたら。 俺は,、ね、顔は絶対してしまうだろうという。名言はすごい多いと思ってるのが。名<言>花の刑事ですね。<laughs> はい、花の刑事。花の刑事読んだことありますか。読んだことないです。花の刑事やばいっすよ。よ<え>前田刑事。めちゃくちゃ色男ですからね。 セリフめちゃくちゃ良くて刑事めちゃくちゃ強いんですよとにかくもうほんと主槍ってでっかい槍を振り回してバタバタなぎ倒すんだけどなんで強いか聞かれた時に「虎やオオカミが日々鍛錬するかね」って言って「虎は何故強いと思うもともと強いからよ」って言う。 あ確かにかっこよな顔もありますね、うん、確かにめちゃくちゃかっこいいからか大事な鎧があったの、ねはい、でそれをなんかずっと守り続けてたおじいさんがいたんだけどはい、はい、その鎧に傷をつけちゃって腹をきれいみたいなこと言われちゃうわけですよそのねそのおじいさんはずっとその信長の,その甲冑をこ守ってた体とか顔に傷だらけになってるんだけど 刑事がその傷がいいって見てみろって言って、その傷がいい、それこそ生涯をかけとのとの守り通した忠義の甲冑ではございます。なるほど。かっこいい。かっこいい。か。ちょっと。うん、あれなんか今までんだけ違うコーナー <laughs> 違うコーナーやってます。<laughs> めちゃくちゃかっこよくない？かっこいい確かに。あとあの秀吉と刑事がなんかすごい対峙するシーンがあるんですよ。はい、ちょっと。 出しし物を押しますみたいなこと言って、はい、刑事がで、猿猿のの。の舞舞。を踊るの猿の、うん、それがあの、えー、と秀吉って猿って呼ばれてたからそれをちょっと皮肉って、はい、猿の舞をなんか踊って、うん、でそこで刑事は秀吉を殺そうとしてるわけですよ、はあ、隙を見てでみんないる中でもう首を切ってやろうとしてるんだけど、はい、でそれを秀吉は刺してんの。うん本当に 歌舞伎者だからおちゃらけて踊ったりそこに秀吉はは殺気を感じてこ扇子をスパッて投げるわけでそれを刑事がスパーンってはじ、はい、き飛ばしてでめちゃくちゃこう空気が張り詰めるわけですよそしたら秀吉がなんでそんなにかぶいてるんだ、うんうん、なんかこんな大勢の敵がいる中で。 こんな歌舞伎て俺を殺そうなどというこの歌舞伎をなぜしてるんだっ言ったら刑事がちょっとくすっと笑って手前にも分かりませんって言って <laughs> そ, <れ S 1> そしたら秀吉がガーハハハハ嘘でしう <laughs> <laughs> よくぞ歌舞伎当社大義でやったっああなるほどそれも歌舞伎なんですね <laughs> <そう S 2> ああかっこいいめちゃくちゃかっこいいでしょ無敵ですねうんその夜かな うん、刑事の仲間たちと露天風呂みたいに入ってたら、はい、なんかもう秀吉がそのもう丸腰で裸で来るんですよ、うん、うわ秀吉が来たってみんななって、うん、で「お前俺の舌につかか」見たことを秀吉が刑事に言うの<ー>えただの歌舞伎者に?」みたいなこれで俺の舌につかのかっ,って他の人たちが「ただの歌舞伎者に?」 一万石そしたら秀吉が「100万石では不満か?」って言って「100万石!万石」ってなそしたら刑事が <laughs> なんかね、えーと「人は日に、えー、米は三合畳は一畳あれば十分」って言って、うん、それより「一本くれまいか」っておちょこかっこいい <laughs> 秀吉に差し出すの何それ秀吉が、ハッハハって言って心して飲め、百万石の酒ぞって言っやつえもったいないカーすごいめちゃくちゃかっこいいでしょめちゃくちゃいっか、性別関係ないカーもあるんですねもう男のなんか男ですねカーですね、これは 久保さんはモブを許さないという漫画がありまして、これですねアニメ化がもう決まってまして、でこの久保さんを私やるんです。あら、そうなんですよ。モブを許さないというタイトルなんですけど、あの主人公があのまあいわゆる自分のことをモブという呼ぶぐらいあのまあ教室の中で目立たない個性ないんだね。そうそうあの見つけられない男の子。そうで。 この子をあの、まあ、同じクラスの隣の席になったんですよ久保さんが。うん、でそこからなんかこういうちょっと目立たない子がいるっていうのを知って、うん、で彼女だけが白石君を見つけられるんですよ。あなるほどそ<う>モブを許さないっていうことは、うん、なんか一人でいっていうのはここうモブであることを許さないんうね。 あの本当にいっぱいちょっかいかけていくんですよね。で、この白石くんが翻弄されるのが本当にいいんですよ。うん、久保さんのね翻弄の仕方がね、あのー、ずるい<は>。こういうね、体育の後で、あの今すごい汗かいてるんであんまり近づかないでくれって、うん、あの白石くんが言うんですよ。うん、そうすると近寄っていって匂い嗅ぐんですよ。うん、うわうん、気にならないけどなとか言って。うん で気になるならちょっと待っててと好きになっちゃうねうで汗拭きシートを持ってくるんですよ、はあ、そう、うん、であの拭いてあいい,いいねってなって、うん、私と一緒の匂いだなってう言うんですよお揃いだねって言うんですよあ,あざとあざといですよそうなんですよこれ久保さんはからかっているんですよからかってんだそういやでも その全然悪気もなく、うん、むしろ好きなんですけど<ー>でその恋愛の好きになっちゃってるんですけどそれも久保さん気づいてなくてなんかちょっと反応が面白くて最初やってたんかなそうやってたのに、うん、であのそうそう、自分がまたこうシート使おうとした時に友達にシートちょうだいって言われて、うん、こうさっと隠して、うん、今日はだめとなんか。うんあの ちょっと機嫌いいんじゃないって言われてそんなわけないじゃん,んなんかじゃあこの二人だけの匂いにしたかったのかなそうなの同じ匂いがするっていうう<わ>こういうなんか翻弄するようなことをたくさんしてくるんですよ久保さんがこのなんかキュンとするセリフ、うん、花澤さんがやるってこ音、はい、良すぎるだろう。<laughs> やったや良すぎるだろ良い,いんですよあざといセリフなんだけど、はい あどけなく言うのうまいっすよね。そんな、そんな嫌な顔で言わないでください。ね本当ですか。そう。あとね、これ関節キスめっちゃ可愛いんですよ。白石くんの。年の離れた弟くんあ、弟が。いそうそうそう。公園で遊んでたところにたまたま久保さんが言い合わせて。で、あのココア飲んでたら、ちょうだいって言われて、であげたら。あのお返しにどうぞって言われて。で飲んで久保さんが。そう。 ににも飲みなよってこうアシストしてくれるんです。そうそうそう。飲まないの？うわーカーだね。どうぞ、このやっぱね先生のこの書き方が本当に上手ですよね。うまいね。どうぞだけなのにこの顔でなんかうわからかわれてる俺っていうなんかたまらんですよねこの。たまらんね。そうなもう一個だけあの廊下走 2人で走っちゃって先生に怒られて急いで、うん、あの机の中に隠れるっていうシーンでちょっとこうハーハーしながらう2うわす <laughs> 二人で机の下に隠れるんですよ、うん、そうでちょっと熱くなっちゃったから上のセーターとか脱いで白石君はあのウブなのでもうあの目をそらしたりするんですよね。うん、あ汗かいてんなって久保さんが気づいて、うん、あの首元とか拭いて。 吹いてあげると、うん、あの耳を触ったときに、あの白石くんがビクってするんですよ。うん、そうで、あのビクっとしたからあ、ニヤーっとして、うん、弱点見っけってなるんですよ。この <laughs> この距離で弱点を見つけられたらもうやばくないですか？責 <laughs> められる一方じゃないですか？すごいね。こっからね始まるんですよ。<は>そう。もうずーっと言葉責め。 耳元で、そう。<ロ> <laughs> 耳が弱いんだ知らなかったっていうの。うん、そう。<laughs> いいね、やめてほしい。うん、って言って、耳をさわさわして好きなくせに言って,言ってう。うん。そう。こう、これたまらんくないですか。いやー、なんでい。いくつでしたっけこの子。高校生です。高校生でよく高校にたどり着いたね。<laughs> うん。 そうでで、すねで。久保さんも天然でやってるので天然でやってるのかな <laughs> やってるんですよ天然うん、まあ、天然あざといと言いますか、うん、で、あの。え何その久保さんもちょっと照れちゃったりする時は家では照れてるなんうわやば なんか連絡先交換しちゃって、うん、そのメールのやり取りとかでもう照れまくってるんですよ。そこが見えるからかわいいんですけどね,そうねそう攻めてるばっかりじゃなくて。うん、でこの恋愛模様だけじゃなくて白石くんがどんどん久保さんの周りの友達とかとも仲良くなっていって。うん どんどん学校生活が楽しくなっていく。ところもあるんですよ。モブじゃなくなっていくんだ。そうなの。<ー>だかそれがね、すごい心が温かくなって。いいね。あそこが入ってるといいんだよね。本当にハートフルだよね。本当に。いやー、ー久保さんが。一軍男子に見つからないでほしいね。<笑><笑>大丈夫です。もう。本当に白石区一途なんで。うんそうなの。そうなんだ。なので、そう、私はこれの A. S. M. R. 動画をいっぱい撮ってる。えっ。 マジですかダミーヘッド白石くんマイクマジっすかこうやっていやそううもいっぱい囁いてきました高級ヘッドホン買っときますよありがとうございます YouTube に上がっているのでという感じですかねいいですねいいカーをいただきましたそれではこの漫画があってまたお会いしましょうじゃあ